ちは、もうじき年が明けるということで、そろそろ今年の2021年まとめを取っていこうと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、今年のまとめということで5つお話ししていこうと思います。まず1つ目ですね、2021年のまとめです。2番目、今年使った道具についてお話しします。3番目、登山の、スタイルですね。はい、次、4番目、今年登った山ですね、参考の、3つ部門に分けてお話ししようと思います。まずですね、1つ目、顔料体、2つ目、ハードだった、参考、3つ目、楽しかった参考、こちらをお話ししようと思います。で、5つ目、ラストですね、今後の2022年の、展望をお話ししたいと思います。はい、ではまずですね、1つ目、今年どんな感じだったかっていうのを、ざっくりとお話ししようと思います。去年ですね、登山を始めまして、そこからですね、冬ちょうど、12月ぐらいですね、来年の目標を立てまして、まず一つ目が、三大キレットを歩く、2つ目、下の廊下を歩く、3つ目、読売新道、歩くっていう目標を3つ立てました。で、そのために必要だったことがですね、まず岩場ですね。とにかく、歩く経験がなかったし、まあ、去年の、初めての槍ヶ岳、縦走した時もですね、恐怖感がありまして、とにかく岩場を克服しないとキレットを歩くことはできないなと思いまして、で、まあ、近場で探したのが妙義山でした。で、妙義山で、冬場は練習しながら50キロから60キロぐらいの、ジョギングをしてですね、行動時間とあとは登山での、体力と岩場の経験を、冬場に積み重ねました。で、春になってですね、重走30キロぐらいですね、上田とあと浅間山のあたりを重走しながら体力つけまして、で、少しずつ春に向かって、進んでいった感じになります。ここでですね、雪が溶け始めて少しずつ 2000m の山を、練習し始めました。まず、一つの山からですね、少しずつ重走へと、移っていきまして、体力もついていくごとに、登り山も増えていった感じになりま す。重走しているうちに、とにかくたくさん今年は山を、歩き回りたいなっていうことで、まあ、一つの山をじっくり、登って下山するよりも、まあ、山から山へとにかくいろいろ回ってみようっていうことで歩いてきました。日中しか登山してなかったものが、まあ、夜中朝方ぐらいから、歩き始めまして、行動時間も少しずつ伸びていきました。去年目標を立てたと同時に、妙義山登りながら一つ目安にしてた、ことがありまして、まあ、それが10時間かける3日、そんなにね、普段から、1週間とか、1ヶ月とか歩くことできませんので、まあ、3日ぐらい10時間歩ければ自分のやりたいことができるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、その目標を立てて、体力をつけてきました。で、おかげさまですね、三大キレット、あとは、北山、だいたい8割から9割ぐらいは行けました。で、下の廊下も行けましたし、あとジャンダルムですね、あと岩場、行きたいところも全部行けました。で、後半はですね、ナイトハイクが楽しいなと思ったり、あとは、まあ、縦走して振り返った時に歩いてきた山々が、見渡せる楽しみも、味わうことができました。まあ、以上が今年の流れになります。はい、次2番目です。まず道具ですね。まあ、いろいろよくわからなかったので、とにかく、いろいろ使いながら、まあ、差し引きしながらいろいろ参考を行ってきました。で、その中でですね、まあ、道具を使いながら自分の好きな、やってみたいというかやっていきたいスタイルみたいのも、どんどん、はっきりしてきまして、道具もまたそれによって、
選ぶことができました。まあ、自分のやりたいスタイルにも通じてくるんですけれども、まあ、そこで一つ分かったことがありまして、まずですね、道具に関しても、最高なベストなものを求めるよりも、まあ、足りてるかどうかっていう、最低限、命に関わるようなことまでいかない程度で満足できているかっていうところを必要としているのかなっていうふうに思いました。なので、まあ、軽量で、コンパクトで、まあ、壊れやすいものよりも、まあ、多少重くても頑丈で、まあ、使い倒せるものを、次第に選ぶようになりました。で、その中でですね、いろいろ試して、一番最初に振り返ってみると良かったのが、まあ、春の初めですね、バックパックが決まったことが一番大きかったのかなっていうふうに思ってます。ハイパーライトの、ウィンドライダー2400、これはですね、本当にそれが決まったからこそ、1年歩き倒すことができたかなっていうふうに思ってます。バックパックはですね、まあ、家を探すというか賃貸の部屋を見つけるようなのと、一緒かなっていうふうに今は思ってて、まあ、バックパックが決まらないと荷物も入れられないし、決めることもできないなっていうふうに、思ってます。でですね、次、まあ、こうやって新しいバックパックまた試してるんですけども、まあ、バックパックが決まらないと道具も決まらないなっていうふうに、今思ってて、ほとんど決まっておりません。なので、また探す旅になりそうです。で、ハイパーライトのバックパックなんですが、まあ、最終的にはどんどん、熟練されてってですね、後半の方は使い方がようやく分かってきたという感じです。なので、まあ、今回の話は主にバックパックになるんですけれども、まあ、本当に、ハイパーライトが、まあ、自分のゴールかなっていうふうに思います。1年目にして、バックパックの自分の、まあ、最終地点が見つかったという感じです。では、なんで新しいものを試してるかと、言いますとですね、腰荷重っていうものが、まあ、後半の方で結構響いてきまして、まあ、自分の体力が、ないっていうのもあると思うんですけれども、もっと楽に、参考したいなっていうこともあるし、あとはもうちょっとバックパックを通してですね、道具選びの遊びをしたいなっていうふうに思いました。なので、まあ、自分の帰るべき場所というか、まあ、ハイパーライトのバックパックに戻ればいいっていうところで、もうちょっとこれからバックパックの旅に出ようと思ってます。次に、あともう一つでですね、使い続けた道具3点ご紹介しようと思います。まずですね、一つ目、こちらのゴールゼロのライトです。これは、登山のために購入したものではなくて、まあ、キャンプの時に使ってたんですけれども、まあ、結局このライトを、テント場でも、参考中ですね、でも使ってました。本当に、持ちが良くて2泊から3泊の、参考で、よく使っておりました。で、切れるっていうことが今までほとんどありませんでした。こちらのいいところは、これを、腰のあたりにつけて足元を照らして、で、ヘッドライトの頭で照明を照らすっていうような、感じでナイトハイクはしておりました。これは充電がちょっと時間かかるんですけど、まあ、2泊3泊ぐらいの、登山であれば1回も充電せず、降りてこられるっていう風に、非常に便利なライトです。2つ目、クッカーのシステムですね。今年いろいろ歩いてきましたけども、結局僕はお湯を沸かすぐらいしか用途がなくてですね、食事も本当にお湯を使ったもののドライで済みますし、山へは歩きに行ってますので、本当にテント場でも過ごす時間も少ないですし、本当に食べるだけのためだけのクッカーシステムになってます。で、これですね、ガス缶、あとバーナーで、これですね、先割れスプーンとライターで、あとはこれですね、
これで全て賄えてました。なので来年もこのようなスタイルでいくと思います。次3点目、こちらです。パタゴニアのキャプリンです。3になりますね。で、こちら購入した時期は2012年です。まだ登山もしてませんし、トレイルランニングをちょっとかじり始めた頃になりますね。で、セールで買いまして、で今でもずっと使い続けてるので、8年から9年ぐらいですか、ずっとこちら使っております。で今年もですね、いろいろ河川のウェアだったり試しました。なんですけれども、結局少し肌寒くなってくると使ってるものはこちらになりました。でこれのいいところはですね、ハーフジップっていうところです。でですね、こちらのいいところはですね、素肌に着ることもできるんですけれども、まあ、最近はドライレイヤーを中に着てこれを着てるような感じになります。こちらのキャプリンのハーフジップがやっぱり素晴らしいなって思ってて、なんだかんだ着てしまうのがこのウェアになります。暑くなればここまで下ろしてしまうんですね。溝落ちの上あたりまで下げられますので、一気に風を通すことができます。で寒くなってきてちょっと首のあたりが冷えるなと思ったら、ジップを上げてしまうと首を保護してくれるので、なんだかんだこれで体温調節をしています。で次はですね、モータス AR のハーフジップ、使ってみようかなって思ってます。アクテリクスのモータスは、ランニング2013年ですねから、まあ、ずっと使ってまして、今年モータス AR からハーフジップ、あと T シャツですね、あとロンティも出てますので、ちょっと試しに使おうかなっていうふうに思ってます。はい、では道具の最後ですね、シューズです。僕の中ではバックパックと同じぐらいシューズすごく、大切だなって思っております。なので、今も探し中です。でまだ見つかってないんですけれども、とりあえず靴に関しては、何度も試して、馴染んでいかないと同じもの使えませんので、これからまたシューズの旅に出るんですけれども、今年ですね、ずっと使ってきたのが、まあ、こちらのニューバランスです。こちらになります、ゴアテックスで、まあ、このシューズ、よく足をくじきます。足をくじくことを防げないかと思って黒と赤2足持ってるんですけれども、それぞれ 0.5 センチサイズが違います。大きい方よく足くじいてましたので、ぴったりだったらくじかないんじゃないかと思ったんですが、結局、ぴったりでもくじきました。ソールが厚いっていうのが一つポイントなのかもしれません。でこれからまたね、新しいものを使ってみようと思ってますので、まあ、足をくじかなくて、まあ、足に優しいシューズ見つけていこうと思っております。シューズを選ぶ際にポイントが2つあります。まず1つがですね、防水であるかどうかっていうのがポイントになりました。これまでですね、トレランシューズ何足か持ってますけれども、いずれも防水ではなかったんですね。で通気性が良くて濡れるけどすぐ乾くようなシューズ選びしてました。ですが、登山では走ることっていうのはあまりないですし、濡れてしまうと乾かすのが結構大変だったりしました。で特に南アルプスなんかはですね、いい体験できたなと思ってるんですけど、まあ、足が濡れてしまうと足元からどんどん冷えてきちゃって、まあ、テント場に着いてからも乾かすのが大変でした。こちらの黒履いていったんですけれども、まあ、それでも濡れたんですけど、まあ、メリノウールのソックスを履いていたことで冷たいなって感じることがあまりありませんでした。ゴアテックスと、ソックスはメリノウール、こちらの組み合わせで、登山これからしていこうかなっていうふうに思ってます。であとソールですね、こちらビブラムのメガグリップを使用してましたけど、体を任せられるかどうかっていうのもポイントなので、これからビブラブのメガグリップも含めて、とにかくグリップ性の高いものと、あとソールが厚いものを探していこうと思います。ついでなんですけれども、
基本的に交通機関を使って登山をしますので、今年たくさん歩いてきましたが、すべて電車とバスで行いました。登山道まで10キロから20キロぐらいありました。帰りもまあ一緒ですよね。なのでトレランシューズでロードを歩くのはかなり足の裏に響きます。で、まあ動画でも何度もその話してたんですけど、やはりロード用のシューズが必要になります。で、僕はですね、今までもサンダル持っていくよりもランニングシューズ持ってっております。で、やっぱりナイキのリアクトはですね、足に優しいので、登山が終わってから帰りの駅までですね、そのシューズを履いて下山しておりました。で、来年もですね、同じようなスタイルで行くと思いますので、ロード用のシューズが今後も必要になっていくと思います。なのでそちらのシューズももう一足探していこうと思います。では3つ目、まあ道具と含めてなんですけど、自分の参考スタイル、お話しようと思います。まずですね、今年歩いてきて最終的にたどり着いたのが、まあ、基本は自分で全て持って登山を行うというところでした。山小屋とあと水は、登山道にたくさんありますけれども、まあ、もしなかった時、買えなかった時に、困るのではなくて、基本は、当てにしないスタイルで行こうと思ってます。まあ、ウルトラライトっていうのも必要ですけれども、基本的にはそれよりも、ある程度バックパック荷物背負えるようなものを探そうと思ってます。一概に軽量していくっていうのも難しくて、なので水も食料も、一番最初にバックパックに積んだものをですね、なるべく登山では、全て使って参考を行っていこうと思ってます。今年もやったナイトハイクが楽しかったので、まあ夜中ぐらいからスタートして、ご来光を見て、で夕方まで、暗くなるまで気が済むまで歩き通す、それが2日でも3日でも4日でも、関係なくですね、行きたいところまでひたすら歩いて、まあ、それが僕のやりたい登山だと思いますので、まあ、そのための体力ももう一度冬に下がったものを上げなきゃいけないんですけれども、まあ、少しずつ自分のペースでやっていこうと思います。でですね、シューズのお話でもありましたが、基本的には交通機関を使って、登山を行いますので、家を出発したところから、駅に着いて、駅から登山口まで、まあ10キロから20キロぐらいありますけども、歩いて、で、登山をして、下山して、下山口から駅まで、また同じぐらいの距離を歩きます。それも含めて全てが登山という形で楽しんでいこうと思います。はい、で次4番目です。まずですね、3つに分けた部門の、ベスト3お話ししていこうと思います。これはですね、ちょっとランキングをつけるのが、難しくて、まあ、振り返るとどの参考も結構大変だったし楽しかったし、でどれも感動しましたので、なので1位、2位、3位とかっていうのはちょっとつけられないんですけど、まあ振り絞って3つずつ選んでいこうと思います。まず1つ目、顔料体部門ですね、こちらのベスト3をお話ししたいと思います。でですね、この顔料体の部門は、1位だけは確実に決められます。なのでまずその1位からお話ししていこうと思います。西方、奥方、北方、そこまでの、穂高連峰のルートになります。やはり顔料体の部門でまず一つ浮かぶのが、怖かったっていうのと命の危険ですね。まあ、身の危険を感じながらひたすら、歩き続けるっていう部門になりますので、まあ、そのダントツの1位がやっぱり穂高連峰でした。逆にですね、最初にこの山を歩くことができたので、他の山っていうのが、それほど恐怖感を感じずに歩くことができました。そういった意味では、まあ少しずつ
ステップアップしていくっていう方法もあると思うんですけど、自分の場合は一番最初に一番怖いところを行ったことで、他の山が楽に感じたことです。穂高連峰がダントツに怖くてですね、ルートも、途中で、切れてた部分もあって自分で探さなきゃいけなかったり、あとはまあ常に下が崖だったり、常に頭を使いながらどうやって登っていけばスムーズに登れるかっていうのをまあ考えながら、ひたすら参考してましたので、ものすごく楽しかったですし怖かったですし、まあ、命の危険も、感じながら歩きました。やっぱりそこの達成感というか、やっぱり一番ですし、また来年も、タイミングが合えば今度は槍ヶ岳から縦走したいなって思ってます。では2番目、まあ、ダントツが1位で、あとはだいたいどっこいどっこいというか、まあ、やっぱり比べてしまってた部分がありますので、だいたいどれも同じ感じです。剣も、大キレットも、あとは8ミリキレット、帰らずの剣、いろいろ岩場歩きましたけれども、穂高連峰に比べるとそれほど怖くないかなっていう感じですので、まあ、あえてあげるのであれば、まあ、岩稜帯でそれほど怖くないけど、ひたすら岩場を登り続けた、まあ、ルートをあげられると思います。それがですね、剣岳と、あとは、後ろ立山連峰になります。後ろ立山連峰の中でも、五竜までの登りですね。八峰キレットよりも、キレット小屋から五竜までの、道のりと、剣岳。これはまあ、かなり体力を必要としましたので、まあ、岩稜帯がずっと続く部門としては剣岳と、五竜の手前の岩場かなって思います。で3つ目、妙義山です。やっぱり練習した山っていうのもありますけれども、本堂山の二段ルンゼと高戻し、主にこの2つがやっぱり大きいかなって思います。あとはまあ裏妙義とかも結構、怖かったですし、まあ、今でも、緊張感が出てしまうような岩場なんですけれども、先月ですね、動画にもあげましたけれども、妙義山行ってまいりました。やっぱり妙義山を練習したから、穂高連峰歩けましたし、ただそのやっぱり穂高連峰が大きすぎてですね、妙義山帰ってきて歩いてどうなのかっていうのがやっぱり気になってましたので、行ってまいりました。でやっぱりですね、恐怖感が薄れる箇所っていうのは、ありましたけれども、二段ルンゼと高戻しっていうのはやっぱり怖かったですね。で、高度感っていうのも、1000メートルちょっとなんですけれども、高山に負けないぐらいありました。なのでやっぱりこれからも、妙義山は岩場の練習場としてはすごくいいかなって思いました。はい、では2つ目、ハードだった山高です。ハードだった山高の部門はですね、どれもハードです。でその時その時の体力にもよりますので、ちょっと、ランキングすることはできないんですけど、3つお話ししようと思います。南アルプスの鳳凰三山ですね、こちらの山高はかなりきつかったです。まあ、晴れてはいたんですけれども、バックパックがいまいち合わなかったり、登山も登り始めたばかりで体力も全然なかったし、まだまだね未熟な部分もありましたので、まあ、かなり大変な思い出だったと思います。で、鳳凰三山もそうですけど、南アルプスの、縦走をした時ですねも、かなりハードでした。なので全体的に南アルプスっていう一つのくくりとしてハードな山高でした。で、中道ルートっていうところを上がって、で鳳凰三山縦走して、で、一番右の端のルートですね、下ってきて、で下山してからさらにセブンイレブンまで降りて、そこからですね、八ヶ岳まで、16キロから17キロぐらい、登り続けてですね、駅まで帰ってまいりました。南アルプスの縦走時の一番最後の下りですね、黒峠根を降りてですね、そこからまた駅まで歩いたっていうのもありました。特に南アルプスはですね、
土砂降りと、強風で、ものすごく大変で、まあ、特に農取岳、西農取岳歩いた時っていうのは本当にもう地獄でしたね。暴風と雨と、あとは3日目の千畳ヶ岳、貝駒ヶ岳、歩いてる時もですね、もうずっと雨降っておりまして、びしょびしょになりながら、縦走したんですけれども、まあ、あのきつい参考があったからこそ、それ以降のですね、多少の雨だったり風だったりとか、きつい場面が起こっても、まあ、乗り越えられるような、感じでした。なので登山っていうのは、まあ、経験がやっぱり大切なのかなって思って、まあ、体力も含めて、まあ、きついこと、きつい体験、してるからこそ、まあ、ある程度のことが乗り越えられるのかなっていうふうに今思ってます。ですので、まあ、来年リセットされてないことを祈ってですね、まあ、来年の参考を計画していこうかなっていうふうに思ってます。最後ですね、もう登山も終盤になりまして、体力がだいぶついてきたし、過ごし方もだいぶ、改善されてきたところで、それでもなおハードと感じた参考でした。で、それがですね、白馬三山と雪倉岳の、登山になります。で、これはですね、これまで参考してきてもなかなか、夜ぐっすり眠ることができなかったんですね。なので、少しでもいい状態で快眠することできないかっていうことで、ヘリノックスのコット持ってきました。あとですね、この時期はもう山小屋が閉まってて、で、後ろ立山っていうのは水の補給がなかなか、できないところですので、食事、あと水、それも全て持って行って、上で過ごすっていうような参考になりました。なので装備が16キロぐらいになりました。夜中歩いて稜線まで上がりました。で、そこからですね、天狗山荘まで行って荷物を、少し下ろしてですね、でもう一回白馬三山を縦走して雪倉岳行って、で天候がどんどん悪くなってですね、日帰りに変更しました。早く山降りたいなって思って、なのでテント回収しなきゃいけなくて、もう一度白馬三山を縦走して天狗山荘までテントを回収して、もう一度、白馬山荘頂上小屋ですかね、まで戻って大雪渓をまた下山して、で、白馬の駅の近くまでまた降りてくるっていう、参考になりました。30時間以上ですね、起きておりました。ものすごくハードな登山でしたし、荷物も重くて、ここでもう一度荷物軽くしようっていう決意をしましたね。すごく、どの登山もハードだったんですけど、特にこの登山っていうのはハードでした。これは今後こういうようなことすることないだろうなって自分でも思うぐらい、大変でございました。でですね、まあ、ハードだった参考と、セットでですね、まあ、僕の登山っていうのは、少しずつ積み上げてきた登山でした。いきなりハードなことをするっていうよりも、まず、行動時間と、距離を下積みして、そこにそれよりも短いものを少しずつ乗せていくっていう、まあ、マラソンみたいな、積み上げていく登山でした。でその中でもですね、3つ自分の体力が急に次の登山で跳ね上がったなっていうことがありました。まあ、それは発見でしたし、すごく最高の瞬間でした。奥秩父朱脈縦走、こちらはですね、93キロを、仮眠3時間で、縦走いたしました。でこの後ですね、どの参考も、日帰りで長い縦走もですね、とても、スムーズに行えましたし、きついなっていう場面もこれに比べたらほとんどなかったので、まあ、かなりレベルアップしたなっていう登山でした。で次、2
2つ目ですね。2つ目が日帰りの重曹なんですけれども、まあ、表銀座の重曹になりますね。常念山脈、つば九郎岳、お天照、常念岳、蝶ヶ岳、この3つを日帰りで重曹して参考を行いました。でですね、ここのつば九郎岳から蝶ヶ岳へ向かって歩いたんですけれども、駅から蝶ヶ岳の20キロも歩きました。でそこから登山して縦走してですね、今度蝶ヶ岳から、駅まで15キロ歩きました。その時もですね、30時間ぐらいですかね、全てを含めて行動時間になりました。でかつまた駅から自宅までですね、両方行いましたので、まあ、かなりハードなスケジュールの登山だったんですけれども、まあ、それ以降の登山もこれに比べたらかなり軽く感じたので、まあ、そこがレベルアップした2つ目のポイントだったかなって思います。3つ目、それが白馬三山雪倉岳ですね。まあ、これもかなりハードだったので、それ以降の登山かなり楽になりました。以上がハードな参考のベスト3になります。次3つ目になります。楽しかった参考になります。どれも楽しかったんですが、どれもハードでしたし、やっぱりどれか、ランキングをつけるっていうのは難しかったんですけれども、3つお話しようと思います。1つ目、後ろ立山連峰です。やっぱりですね、楽しかったっていうのも含めてですね、最も、景色が良かった、印象に残ってるっていうのがやはり後ろ立山連峰になります。まあ、気象条件にもよりますけれども、まあ、やっぱり雲海がものすごく綺麗でした、ご来光もすごく綺麗でしたし、やっぱり後ろも立山連峰っていうのは、まあ、攻略のしがいもありましたし、まあ、景色をどこを振り返っても剣も見えますし、で後ろを振り返れば上高地の方ですね、槍ヶ岳も見えたり、裏銀座が見えたり、右側見ても戸隠が見えたり、八ヶ岳、富士山、南アルプス、もうね、全て見えるんですよね。どこを見てても飽きない。まあ、それが後ろ立山連峰かなっていうふうに思います。これはですね、また来年も歩きたいなっていうところですね。でいつかですね、針の木から白馬岳までですね、歩いてみたいなっていうふうに思ってます。2つ目、立山連峰、剣と、あと下の廊下のセットですね。まあ、動画を見ていただければと思うんですが、これはもう本当に、自分が一番できたらいいなっていうベストな参考計画を、できたっていうところが一番の喜びでした。まあ、なかなかね、この2つをセットで、同じタイミングで登山できるっていうことは、まあ、気象条件とあと自分の体力が揃わないと難しいって思ってたので、まあ、この2つが、同じ一度にできたっていうことがものすごく充実感、満足感もありましたし、まあ、何より景色が最高でしたね。で目標にしてた山でしたし、本当にこの、剣と、立山連峰、下の廊下一緒に歩けたっていうのは本当に最高でした。3つ目、もう全体を含めてなんですけど、上高地です。上高地の場合はですね、一度に全て歩くっていうのが難しくて、何回かに分けて縦走しました。なかなか雪が溶けるタイミング、あとは、自分の休みの日がですね、なかなか合わなかったので、まあ、それでもできる限り縦走したいなっていうことで、いくつかにまとめて歩くことができました。で、唯一心残りなのが、裏銀座を歩けなかったことですね。なので、まず来年は裏銀座ですね、歩きます。まあ、薬師岳方面から、剣黒部ダムの方へ出られるような、形で、縦走するのと、あとは裏銀座ですね、野口五郎だったりとか烏帽子岳とか、その辺りですね、ゆっくり歩きたいなって思ってます。
何よりですね、大キレットは歩きたいなって思ってたんですけど、西穂ジャンダルム奥穂っていうのは、行けるかどうか、自分のその技術的なものも含めてですけど難しいなって思ってたので、このジャンダルム、西穂奥穂、この穂高連峰を縦走できたっていうのはものすごい充実感でした。なのでやっぱり上高地最高だなっていうふうに、思います。来年もですね、まず行きたいところを終わった、タイミングでですね、行ければまた行きたいなって思ってます。では5つ目、2022年の展望になります。来年はですね、まず津上新道を通ってですね、日本海に出ようと思っております。そちらは北なので、やっぱりあの雪解け難しいかなっていうのは思ってるんですけれども、まずですね、津上新道、北アルプスを意識しながら、春過ごしていこうかなっていうふうに思ってます。次はですね、やはり今お話しした裏銀座ですね、あとは、薬師岳方面ですね、黒部五郎、薬師岳、あとは雲の平、そちらも含めてまずあちらを歩きたいなっていうふうに思ってますので、まずその2つ今年と同じような参考ペースで、スピード登山になってしまうんですけど、できたらいいなって思ってます。やはりですね、5日だったり1週間だったり、ゆっくり、ロングで歩くことっていうのは、来年も難しいと思っておりますので、それでもね、一度にいろんなたくさん山を歩きたいっていうことであれば、今年に匹敵するような体力を、戻さないといけません。でですね、今年の参考を振り返った時にですね、かなりハードだったなって思います。で、その体力をつけるためにかなりいろんなことやりましたし、登山の中で積み上げながら参考やってきましたので、今年と同じように体力つけられるかなっていうのがちょっと心配なところです。振り返ると同じことをやっぱりちょっとやりたくないなって思ってるんですよね。そんぐらいきついことを自分ではやってきたなって思ってるので、あの中でもこれをやっておけば、ここまで体力が戻っていれば、同じようなことができるんじゃないかっていう、目安は自分の中で確信してるので、まずそこまで、冬どうしようかなっていうところを今、考えております。でですね、その中のまず目安になるやつが奥秩父主脈縦走なんですよね。あれを一発目に歩いたことが、この2021年の登山を楽にできた、ものでもありますので、同じような参考をしていくのであれば、毎年一つの目安になるのかなって思ってます。関東方面になりますので、雪解けも早いですし、気温も上がりやすいので、同じような、ルートの感じで歩くことができます。でそれがね、5月ぐらいにはできると思いますので、まずそれを同じような形で、歩けるようであれば、また2022年もね、同じように縦走できるのかなって思いますので、大変ではありますけど、登山を楽しむために、トレーニングもしっかりやっていこうと思ってます。それでですね、動画のアップは今年これで最後になります。まさかこんなに山登るとは思ってなかったですし、こんなに山を楽しく感じられるとは思わなかったですし、また来年も登りたいって思えるのかなっていうのは最初に思ってたことなので、本当に山ありがとうっていう感じです。で、久しぶりに、ハマった趣味なんですよね。まずこの前にやってたのがマラソンだったんですよね。自分の限界がどれぐらいまで速くなれるのかっていうのがものすごく興味が湧いて始めたことだったんですけど、6年ですね、ランニングを始めて10年ちょっとです。で、本格的にマジで始めたのが
タイムを求めて走り続けたのが、6年から7年ぐらいになります。でですね、自分の底が大体見えて、これ以上速く走るのは、さらなる覚悟が必要だなと思って、趣味レベルを超えてしまってきたんですよね。なので、しばらくお休みしてて、で次の趣味なんだろうなって思ってキャンプを始めて、でキャンプ場に行くのが億劫で、まあ、近場の山奥に行って自分で、焚き火をしながら美味しいもの食べてみたいなことやってたんですが、まあ、それも何て言うか嫌いじゃないんですけど、あまりそのまったりするのが性に合わなくて、キャンプしてて途中で裏にあった山を登り始めたところから、登山が始まりまして、でそこからがっつり、2021年ハマりました。で登山はね、これからしばらく、続きそうな趣味なので、まあ来年も、歩きたいなと思ってます。でですね、僕の動画を、見ていただいたりコメントくださったり、本当に、励みになりました。本当にありがとうございました。で来年もですね、自分の参考、まあ、あくまで、取れる範囲になってしまうんですが、まあ、動画アップしていこうと思ってます。で、これだけね、登録していただいて、僕のチャンネルを見ていただいて、本当に、本当にありがとうございます。で来年も、よろしくお願いいたします。ではですね、動画終わりにしたいと思います。2021年、2020年、ご視聴いただきありがとうございます。それではまた来年会いましょう。